1972年7月5日、香美市土佐山田町の重藤地区で、1日で742ミリという集中豪雨があり、土砂崩れが発生。消防団員1人が生き埋めになりました。住民と消防団員らが救助活動に当たる中、大規模な崩落により二次災害が発生。合わせて60人が亡くなりました。災害で兄を亡くしたという山中啓二さんは、遺族を代表し次のように述べました。あの忌まわしい光景は昨日のように目に浮かびます。穴長い側には赤茶けた土砂混じりの濁流が渦巻き、ゴーゴーと恐ろしい音を立てている光景がありました。今日の慰霊祭にはおよそ90人が参列。50回忌を迎え、大規模な慰霊祭は今回が最後となります。早い、50年も経ったかなと思いますね。今でも思い出したら泣くから、あんまり考えない。やっぱりまだ寂しいの一言ですね。やっぱり50年過ぎても思い出しますしね。ずっと私が生きてる限り忘れんからねって言うときました、弟に。はい、5件限り忘れんから覚えとくからね。